ジグジドムンフバとは、モンゴル国の元スポーツ選手。モンゴル人史上初のオリンピックメダリスト。元部府の不手地で、最高位、アバルガの地位にあった。オリンピックにはレスリングで、当時のモンゴル人民共和国代表として1964年、東京オリンピックから5大会連続出場。1968年メキシコオリンピックレスリング。 フリースタイル8 7ラム級で銀メダルを獲得。他に日本では大相撲の横綱、白鵬のジップであることでも知られる。日本語では稀にジジドムンフバトと表記されることもある。メキシコオリンピックではモンゴル選手団の中でただ一人メダルを獲得した。日本においては当時 NHK アナウンサーで相撲の実況で知られた。 杉山国博がこの模様を報道している。ナーダムで通算6度優勝。息子である白鵬の番付が上がっていくにつれ、白鵬の父は偉大だったというような見出しでテレビなど、マスメディアに紹介されるようになり、日本国内でも再度注目を浴びるようになった。その後はしばしば来日し、白鵬を激励、大関昇進の時には、 ただ強いだけではダメだぞという胸のアドバイスを与えた。国や文化は違えど、トップアスリートとしての経験を持つムンフバトならではのコメントと言える。2007年5月31日、江戸川区総合文化センターにて日も外交樹立35周年として、息子と共に特別講演を行った。ここでも、強いだけでは意味がない。 優しい心を持ってこその横綱だというコメントが聞かれた。2018年4月9日、肝臓病のためウランバートルの自宅で死去。76歳没。死去の直前になって、それまで反対であった、白鵬の日本国籍取得を後押しするようになったと伝わっている。ありがとうございます。